今日ですね、やっと待ちに待ったこのハーブがこれですね、届きましたので、でプランターも横に届いてるし、でいろいろ検索した結果、放射性物質とかそういうのが含まれてない土ですね、それも届いているので、早速この届いた苗をプランターに植えたいと思いますが、ちょっと出してみましょうか。今回はね、5種類ですね、プランターを5個買ったので、こっちも、5種類、これがなんだ、ゼラニウムです。まあ葉っぱとかも結構ね、もしかしたら確か料理に使えるみたいなことが書いてあったような気がするので、ゼラニウムと、これがペパーミントですね。ここもまあ料理というよりかはお茶にしたりしようかなと思っています。では、コリアンダーですね。まあ、コリアンダーはこれは完全に、食べるようです。で、これはラベンダーはもう完全にハーブ、お茶にしたりいろいろメディカル的に使おうかなと思って買いました。で、ベルガモットはね、なんか葉っぱがかなりお茶とかに使えるの で、紅茶に入れるとね、アールグレーになるので、なんか買ってみました。今回この5種類を、鉢に植えたいと思います。で、2個ずつ買ったんだけど、もう3個ずつでもよかったかもしれないですね。あれね、意外とでっかいので、確かこれ 30×30 ぐらいだったので、3個でもよかったかな、これね。それで、鉢の底に敷く石があんまりもう残ってないので、それをとりあえず買いに行ってからかな、土いじりはね。なので、とりあえずちょっと描きます。よし、石と、あと底、プランターの底に敷くネットね、20センチって言ったのに30センチ描かされたよ。いや、まずはだね、ペパーミントから行こう。まあ、この穴だけ塞げばいいんだけど、これぐらいかな。よし、石を引いて、で今回はですね、この楽天で売ってたんですけど、金の土ってやつですね、なんかなかなか良さそうだったので、まあ、若干ね、シラスが入ってるって書いてあったんで、ちょっとそれだけない方が良かったかなと思ったけど、まあ、ちょっとね、他にもう探すのがめんどくさくなっちゃったの で、一応放射能のテストもやっているということで、今回はこれを買いました。10袋でいくらだったのか、1万2000とかそんぐらいです。まあ、多分これ全部は使わないと思いますが、こんなもんかな。これ3個買えばよかったよね。これこうやってね、2個じゃちょっと寂しいかも。でもミントはすごい増えるからね、最初はこれぐらいでいいかも。
ですか。なかなかいいんじゃないでしょうか。まだこんなんだけどね、多分すごいでかくなってくれると思います。じゃあ引き続きあっちの4人もやりたいと思います。ラベンダーすごいね、こう根っこがもうみっしりほどけないよ。ちょっとだけほぐしたけど、植え終わりました。なかなかいいですね。ペーパーミントと、コリアンダーにゼラニウムとベルガモットとあとラベンダーね。でね、この金の土ってやつをね4袋使わないぐらいでしたね、このプランター5つで。意外と思ってたより使ったかも。ということでこれを早速のバルコニーに移してお水をあげたいと思います。ね、ここまだバルコニー余裕があるので多分ここにね 1,2,3,4,5 あと5個あっても全然いけるかな。多分こっち側にも置けば10個以上置ける感じがするので後々追加していきたいと思います。で今日買ったプランターと土とハーブの苗はインターネットで買ったので興味ある人は下の概要欄のところにねリンク貼っておくので興味あったら見てみてください。でこれ買った初日に急いでここを持って持とうとしたらもうね初日使う前に折れましたね、ここね。皆さんも、このブランド買うときはねちょっと気をつけてください。このねすごい脆いんで、ここ超薄いから多分ここ持つとかそういう負荷かけなくてもねいずれ折れるところだと思います。まあ見た目は可愛いんだけどね。